ナビと人間、兄弟の絆、ロックマイクで3、実況プレイパート22かな、パート22やっていきたいと思います。前回守くんが手術するって言ったのにもかかわらず、結局その時になんか変な靴下みたいなのが生えてきて大変なことになってしまったというところまで来たと思います。で今燃やせるあれですね、プログラムエナジーチェンジを使って巻きましたと。でまあこの木を燃やしていきたいんですが、でもこれな、燃やしてもいいんですけど、燃やしたところで何もないので、なんかあまり無駄に使いたくはないんですけども、いいや、もう一回やりますか。エナジーチェンジを使うと、で属性で見て、でも3枚しかないんだよな、これも含めて。よいしょ、とまあ燃やすことができますと。まあこれだけなんですけどね。はい、まあ特にここでは何か欲しいものがないんですけど、逃げれないのか。それじゃあ戦うしただけで、よいしょっと、まあよいしょ、ちょっとまあ倒しましたと。今こっからはさっさとこれをやっていくだけなんですけども、この受けチップが2枚しかないんだよな、言うて。で逃げられないから倒すしかないんだよ。よいしょ、で今こいつなんですけど、今はこいつ動かないんですけど、多分レベル上がってくるとこいつ動き出しますね。あ、今でも動くわ。これがなんだかんだうざい。よいしょ、よいしょ。ここは炎系使ってくるやつがいる反面で、あれなんですよ、草が多いんで回復はできるんですね。ただそれが怖いんですよ。ブラックボム、あ、これでいきますね。はい、やべ、セーブしときゃよかった。あ、こいつか。こいつは草系なんですけども、こいつ本体にダメージが与えられないんです。で、どういうふうに攻撃しなきゃいけないかっていうと、こいつも出した。ああ、捕まっちゃった。やべ。これですね。あ、やべ。よいしょ。こいつに攻撃当てなきゃいけないんですけども、これでこれが強いと。よいしょ。まあ、これで。まあ、1階に行きましょう。で、1階に行っても、考えるとここだったら窓が開いてる。2階下は海。うおー、ザブーンと。こういうところ勇気ありますよね、彼。よいしょ、うん、で鍵がかかってるか誰かには来てもらおうということで、で持ってますけど貸してくださいと。というわけで行きますと。はい、というわけでここで来ると草が生えているということで、まあ、暴走してますよね、こいつ。
ネットワーク社会の先だなと、何をいけなかんないこと言ってんだと。自分を守る多少の犠牲者が出るのは仕方のないことだって。私こういうのを大嫌いなんですよ、本当に。もうなんか相当騙されてますね、こいつも。というわけで行きましょう。で、気づいた方は気づくかもしれませんが、これ炎系チップがないと詰むんですよ。でましてやサラマンダーあげるわけにはいかないので、あ、意外といいの触れてんだな、こいつ。炎系チップがね、本当に。で、なんかあったっけ。あ、こっちは止めがないんだ。チップフルダに何があるちょっと見よう。多分属性ないんだよな、非属性が。なので非属性がないとここ買いにもいけない。何しなきゃいけないかっていうと、敵のエンカウントを待たなきゃいけないんですよ。よいしょ。で、OK で、あと、やべ、まあいいや、こいつで焼き払いましょう。こいつはよいしょ。まあトーテムが手に入ると。で、実は今だから分かったわ、なんであそこにこのオールボディがあったのか分かんなかった今まで。そういうことか。オールボディをつけて可能な限りあれをしたいのか。で、これだとでもぶつかっちまうんだよな。どうしような、これで。あ、でもダメか。こんな感じ。あ、そっか、これを一旦戻して。あー、ダメだ。いいのか、これでも。これでいきましょう。もう重なってないよ、どこも。よいしょ。というわけで一旦これでいきましょう。ということで、とりあえずこいつで、まあトーテムでこれを攻撃すると。で、草3つ一番奥、一番奥奥と。要はこれ全部倒していくとどんなにチップがあっても足りなくなってしまうので、こういうヒントがあるんですよ。まあヒントに従って。あ、やべ。というわけで、あれ、これどうやるんだっけ。とりあえず1体倒すか。で、トーテムチップが手に入るの嬉しいな。で、草3つ一番奥。
ましょう。うわ、で、こいつを倒すのに、よいしょ、これでいいか。エディアスキル2回使って、まあ、これ倒すと。よし、通ってもとりあえず手に入るの嬉しいので、よいしょ、アネッタテトラコード手術室のプログラムが隠されていると、私もこれからそっちに向かうと。よいしょ。ふぅ。今から手術室のプログラム侵入しと、そんなことはさせないと。こいつなんですが、この前置いてる間毒が発生します。いやー、めんどくせえ敵来たな。よいしょ。でしかもこいつこの状態だと攻撃食らわないんで、で、まあ閉じてくれるのは助かるんですが、問題はこっからなんだな。あ、でもこいついけるか。よいしょ、よいしょ。というわけで、まあ、このシステムを止めたので、まあ、3階に行って、このシステムにプラグインをすると。そう、守は大丈夫なんですかって言って、もう開かなくなって危ないって言われて、そこから繋がっているかバグを取り除けば、手術を再開できるかもしれないということで、まあ、こうやって人の命を、考えずにやるような行動って本当に許せないんで、鉄球を食らわせに行きましょう。というわけでセーブして、お、アセンチップですね。はい、よいしょ。とりあえずどうしようかな。とりあえずこれをつけて、でこれでいきましょう。はい、今これでこいつがこいつ引くので、これを切ると。今1個近づいておいて、ま、待つと。でもこいつはこれで死ぬからな。よいしょ。はい、と、まあ通ってみということで、でこいつに話しかけましょう。どうしようかな、どっち臭い教室ってこっちなんですよね。よいしょ。え、臭い教室真ん中の列ということでここですね。え、ここじゃないんだ。まあでもこいつ倒したら本能がもらえるかな。よいしょ。とりあえずこいつ倒して、よいしょ。まあこれでハイキャノンの方が手に入ったな。真ん中の列だからこっち、こいつのところに行くんだけど、ただ今チップがないよね。ゾ
属性がないと、だからちょっと敵倒さないとダメですね。さっき、あ、これ絶対に手に入るわ。はい、ちなみにこれって見せたことありますよね、多分。はい、チップくれよ。どうしようかな、もう真ん中の列、真ん中の列。あ、持ってきたな。よいしょ、というわけで行きましょう。通っても手に入れたので、真ん中の列、真ん中の列と行きたいのですが、サブチップメモリーっていうのを取りましたね、今。とりあえずこいつを倒して、あとこいつ切ればいいだけなんで、よいしょよいしょ、こんな感じで通していけばいいと。で、こっちには何もなかったのか。真ん中の列使いますか。いいです。よいしょ、というわけで、まあ倒していきましょうと。問いたいけど、あれなのか、もう15分、17分経ってるのか。ダメだ、こいつあれだ。じゃあこいつ倒したら一旦区切りましょう。あー、こういう力的に、あ、こっちへ行けるわ。よいしょ、手に入らない。まあいいや、一旦ここはここのパーツで切りたいと思います。なんで、次はこの続きからですね、やっていきたいと思います。はい、では、ご視聴くださいましてありがとうございました。よかったらまた見てください。直樹でした。